<laughs> ぬるっと始まる感じですね。<laughs> ぬるっと、ぬるっといきましょう、ぬるっと。<laughs> はい、皆さん、こんにちは。はい、ちょっと、登壇メンバーの顔を一気に見ていただきたくて、一旦今、画面共有してません。今日はこの1、2、3、4、5人でお送りします。1人オンライン、4人現地です。じゃあ、何の話をするか全然わからないと思うんで、画面共有しますね。よいしょ。 このセッションは、ホールチームアプローチ、あーホーターという略称を我々勝手に作りましたが、4babies というタイトルで、SIGSQA のメンバーで発表させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。立て立て 何を話すすんんだととといいいうとこんなメンバーでお送りしたいと思いま SIGSQA というですね今時の品質保証を、まあ、あの従来型の品質保証の技術をうまいこと使いながらこれからどういう形にしていくといいかなみたいなことをです、ね、有志で集まってやっている、まあ、コミュニティといいますか研究会といいますかそういう集団がありまして老若にゃんにょ言えてないですねあのいろんな年代いろんな 業種のメンバーが集ままっておりますでその中から今日は5名参加しておりましてホールチームアプローチってあのアジャイルテスティングの本を何か読まれたとかそういった方はよくご存知のワードかなと思うんですが。 本当に分かってるみたいなところですね。自分たちでこう議論している中でも、あれってなることがよくあったので、それを皆さんにぜひ、私たちが思うホールチームアプローチって、こういう形、こういうやり方がいいんじゃないみたいなものを、今日は絵本でまずはお伝えしたいなと思っております。で、絵本を読んだだけじゃ、まあ、なかなかね、 何言いたいんだみたいなことになると思いますので、その後パネル形式で保護者向け解説ということで、あのお友達向けの解説もしていきたいなという流れになります。ぜひご質問などはつどつどディスコードの方に書いていただきますと、拾えるものは拾っていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ最初に簡単にメンバー紹介というところで自己紹介していきます。今日オンラインから参加しております、かおりっとと申します。普段は いろんなチームの DX というか組織アジャイル化みたいなところの支援をさせていただいたりですとかその中で最近はテストや品質に関わるワークショップをやってほしいみたいなご依頼も増えているというような感じの立場でございます。今日は こんななんとかフォーベイビーズシリーズの絵本をですね我が子に読んでいる中でオールチームも絵本にしたら楽しいなと思って考えてきましたという朗読パートを担当しますでは、えー、現地のじゃ左で書きましょう大野さんはいどっちだこれかはいあ自分で自己紹介するんですね<う>ごめんなさい忘れてました <laughs> 言ってくれるかなと思ってなんかぼーっとしちゃいました。すみません、大野さんです。<laughs> <き>は,はい、小野です。えー、っと今レブコムという会社で QA エンジニアをしております。えー、今日はいろいろな自分の仕事の話とかもいろいろ例出していけたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ現地の小島さん。はい、小島です。私だけちょっと画面が別で、はいこちらでお話しさせていただきます。 あそうですね確かにこうやって細かくやっぱり共有を解いたり<あ>。<laughs> なるほどね。なるほどね。画面共有を止めるということね、はい、という感じで、ついたり消したり、今日はしていきましょう。はいはいはい、どうぞどうぞ。<laughs> はい、お,おはい、小島と申します。普段はリンのモチベーションという会社で、主に旧エンジニア3割ぐらい、最近はひたすら開発チームに入ってですね、なんかみんなで GPT 使った開発をするぞっていうプロジェクトで日々も生まれておりますはいい今日よろししくお願いします。 はいじゃあ現地の三輪さんはい三輪、えー、でございますよろしくお願いいたします、えー、おそらくですね、えー、まあ、アジャイルスクラムという中では多分ド素人だと思いますただですねまあ、老舗の SIR というところで約20年ぐらいですね泥水をたくさん飲んできたので意外とそういう話ができるというところで、えー、ここで学ばせていただいておりますどうぞよろしくお願いいたします はい、じゃあでは区区長長さん、はい、えー、の伊関と申します、えー、さ14時からの発表をもうちょっとさせていただいたんですが、えーとまあ、あの部署が開発と保守とで分かれている部署になってまして、まあ、ホールチームアプローチってできたらいいなとかっていうことを、まあ、考えつつこちらの方で、えーまあ、いろいろ検討させていただいているっていう感じです今日はよろししくお願いします。 さあこんな愉快なメンバーで今日はお送りしていきますはまずは今日のですね絵本の朗読読み聞かせから始めたいと思います。今絵本の表紙が見えましたかね。はい。では始めます。オールチームアプローチ for b a b i e s これは素敵なソフトウェアを作る人たちのお話。 ソフトウェア作りがうまくいくのは、ホールチームアプローチができているからなんだ。青い三角。この三角には良さの知恵があるよ。良さの知恵があると欲しいものが早くできるね。赤い三角。この三角には悪さの知恵があるよ。 悪さの知恵があると、間違いに早く気づけるね。青い三角と赤い三角をつなげると、QA クリスタルの出来上がり。開発者の君には良さの知恵がたくさん。QA の君には悪さの知恵がたくさん。スクラムマスターの君が、 三角でチームを作る。お互いの知恵を集めて。チームのみんなの知恵もちゃんと集めて。青と赤の距離を近づけると進化の始まり。三角が小さいとどうなるどんなに集まっても、うごうのシになっちゃうよ。 青と赤の重なりがないとどうなるどんなに大きくても個人商店になっちゃうあれ近づけたはずが離れていっている一度はうまくいってもことになっていくねあれ大きな三角を一人だけが持っているよ。 パーフェクト超人の誕生だオールチームアプローチにはいろんな形があるよそれぞれの三角を大きく育てたり三角の距離を離したり近づけたり QA クリスタルで目指す姿がわかるんだオールチームアプローチで進化してみない どこを誰が担うかの答えは一つじゃないよ。少しずつ大きくしたり近づけたり話したり試行錯誤しながらみんなで育てていくんだ。ホールチームアプローチもうわかっちゃった。おしまい。 やはりこう母親の読み聞かせはさすがですよね。ちょっと皆さんこうこっくりこっくりちょっとしちゃったかもしれないですけど、ここからが本題ですんで、<laughs> じゃあ次に、えー、小島さんのパートですかね。皆さんホールチームアプローチ皆さんご理解いただけましたでしょうか。<laughs> どうですかね。伊勢さんなんか聞いてみてどうでした。なんとなくホールチームアプローチわかりました。 分かった気になりますね。分か,すね分かった気になります、ね。<laughs> そうですね。まあ、なので、ここからはですね、今までは皆さんのうちなるベイビーを多分あの起動していただいたと思うんですけど、少し切り替えまして、あのなんていうでしょう、まあ、概念とか事例とか、そういったところから、ホールチームアプローチについて、シグエース QA で共有をしていこうかなと思います。はい。はい画面 そろそろえー、あちょっと待ってくださいねあ。今映りましたね。はい。ということで、ま,あ、まずはちょっとですね、まあ、そもそもホールチームアプローチ自体を知らないっていう方も、あのそれなりにいるかというふうに思いますし、そもそもホールチームアプローチも結構いろいろな概念の派生があったりもするので、まあ、その辺りの整理を本当にさっとしてで、パネルの事例の方に入っていこうかなというふうに思っています。はい。ということで。 まあ少しです、ね、ベイビーから育って学校ということで皆さんは今小学中学生ぐらいだと思って聞いてみてくださいと。で、ホールチームアプローチですね。えー、ホールチームアプローチって、まあ、あの、アジャイルテスティングの文脈ではあのよく言われる単語かなというふうに思います。で、まあ、この時に何を強調しているかでいくと、えー、品質っていうのは QA が持つものだけではなくて、まあ、チームみんなで。 担保していくオーナーシップを持ってあの進めていくものなんだよっていうふうに強調されています。で、まあ、まあ、よくあるパターンでいくと QA っていう役割があるのでテストフェーズは QA がやるものだよねとか結果的にじゃあ品質とかバグみたいなものは QA が探して頑張って何か解決するものだよねっていうようなまあよくある誤解みたいなものが生まれやすいかなというふうに考えていますが、まあ、アジャイルチームではそうではなくて責任共有的に。 品質っていうものをみんながオーナーシップを持って解決、まあ、もしくは向上していくし、まあ、そのいわゆるこうアウトプットとしての品質だけではなくてその一つ一つのソフトウェアプロセスもあの共有をしていく、まあ、少しずつにじみ出していくっていうことが重要だというふうに話していますただなんかこれって少し、まあ、アジャイルテスティングの文脈だからちょっと仕方がないんですけどちょっと休憩してよりすぎるっていうあの感覚もあってですねじゃこれを チーム全体、本当の意味でアジャイルの中に落とし込んだときに何が言えるのかということを今回のセッションは考えていこうかなというふうに思っています。例えば、QA は他の人からどういうようなまあ部分に対してまあオーナーシップをより広げていくべきなのかとか、そういう観点ですよね。そういう観点を今日話していこうと思います。で、まあ、じゃあもう早速ですね、事例の方から入っていきます。事例というかパネルディスカッションですね。皆さんにちょっとここからは。 話今日は、まあ、本当に本当に大きく3つぐらいのパートに分かれていまして、まあ、その中でもあのちゃんとしたアジェンダがちゃんと決まっているわけではなくてですね話があっちに行ったりこっちに行ったりするかもしれませんが、まあ、それも一つのパネルの楽しさだと思って聞いていただけると幸いですじゃあまず一つ目のテーマですじゃあちょっとまあ今回の絵本の中ですよねあのまあ いくつか、あの、参加が小さかったりとか、パーフェクト超人っていうのが出てきたり、いろんなパターンがあったと思うんですけど、ホールチームになってないチーム、まあ、ここからちょっと考えていこうじゃないかということで、これってどんなチームなんですかねどなたか。これは三浦さんからですかね。どうしましょう。あの、せっかくね、あの、絵本のスライド、すごく実はあれ、すごくって、ね、すごくよくできてるんですよ。あれ、あの、 この先、ぜひですね、手元に置いていただいて、もう常にあれを僕は見ていただきたいなと思ってるんですけど、カルトさん、はい、あの、スライドちょっと出していただいていいですかね。えっとね、はい、うん、うごうの集のところぐらいからかな。かなかえー、少々お待ちを ちょっと待ってね。かかあのフォーベイビーズのあのトーンっていうのはなんかそのちょっと抽象度を上げるようなときにはですね、すごくいいフォーマットだなと今回我々気づきがありまして、ぜひあの皆さんもなんかどこかで使われるときにはあ,<れ>あの真似していただくといいんじゃなかろうかとも思っております。<れ>はい、閉じちゃった。った <laughs> すいません、ちょっと待ってね。閉じちゃいました。はい。事故りました。すいません。 移しますよ。じゃあ、こちらで写していただきましょうかね。はい。すみません。皆さんおっしゃったのはこの辺りですね。そうですね。あのもうまあ、やっぱりチームなので、えー、まず集まるところからなんだと思いますが、えーまあ、そのチームが、 どうしてもこういうまだまだつぶつぶな状態というかいうときっていうのもあるんだと思うんですよね。そうなるとおそらくまあどこからこうチームを作っていくのかみたいなことから考えなきゃいけないということかと思います。なのであのホールチームアプローチって言っても実はその今どういう状態にあるかをきちんと理解してで 多分アプローチしていかないといけないんじゃないかというのが、えー、我々がこう考えていることでこの絵本はそれをすごく分かりやすく伝えているというものだと思ってください。で、えー、次に行っていただくとはい、えーまあ大きいケースあの例えばこれ2人のチームでまずそれぞれのエキスパートから始めましたみたいな時にはおそらくこういうことを で正解なんだと思うんですけれども実際にはあのこの赤と青でそれぞれチームが作られていくんだと思います。で例えばじゃあ5人5人のチームになった時に一人だけ大きい三角形しかないみたいなその人いなくなったらどうすんのみたいなそれってちょっとチーム を作っていく全体のチームを考えていくというアプローチからすると、少し難があるんじゃなかろうかなというようなパターンとして、えー、まあ、こういう大きいと、個人焦点になるよと、まあ、そういう表現をしているというものになります。はい。で、えー、次に行っていただきまして、はい。えー、まあ、ことパターンですよね。 はい、あのー、これはいろんなパターンがあるんだと思うんですけれども、えーまあ、チームで協力して活動が始まったんだけれどもまあ例えば技術的なアプローチでややこう意見の食い違いとかがあって少しずつこうまあ対話というかですね 共同で何かを決めていくことが減っていったりとか、まあ、一度はこう、それぞれでアプローチしながら、お互いいい意見を出し合いながら、こう、どんどん三角が大きくなっていくような状況だったんだけれども、なんかしらのきっかけでちょっと離れてってるよね、みたいな、そういうものをこれはイメージしています。はい。 で、えー、最後ですかね。あの、最後の、まあ、これは、あの、よくよくあるパターンだと、いや、まあ、よくよく買っちゃいけないのかな。<laughs> あの、例えば、今、離れた、離れちゃいました、みたいな時に、まあまあ、お前らいいからいいから、みたいな、なんかその、通訳してくれる人とかがいて、まあ、お互い仲悪いんだけど、なんかこの人いると繋がる、みたいなパターンもあるでしょうし、中には、この黒い人が全部できる、みたいな。この人になくなっちゃうと、 みんなバラバラみたいなそういう、えー、状況チームの状況があると思っていてそれをこれは表していますというものになりますはいでまああのー、まあある意味何でしょうアンチパターンかっていうとちょっと100%アンチかっていうとその一番初めの何でしょうねその、えー、三角形がこう小さくこう集まってるところはスタートとしては あの、仕方がないところはあるんだと思うんですけど、その状態がずっと続いてるのは、まあ、あまりいい状態じゃないですよね、というところで、我々としてはですね、あの、まあ、こう4つにちょっと、整理してみました、というところです。はい。まあ、うごの衆、個人商店孤島パターン。まあ、完璧超人にで,ですかね、パーフェクト超人がよかったですかね。はい。あの、そういうところで、 あの一旦こうパターンをこう整理して、でれわ、えー、としては、それぞれどのパターンかをきちんと知った上でのアプローチがそれぞれあるよねというふうに思ってて、今日はそのいろんなアプローチの話を、まあえー、このメンバーでパネルできたらなというふうに思っていいいいまます、はい、少しし長くなりりちゃいましたかね、はい、ありがとうございます。 ちょっとこれに加えてちょっと質問なんですけど、これに陥ると何がいけないんですかね、美輪さん視点でとあの。まあ、やはりその成長していかなくなりますだと思いますあの。チームで活動する以上、何らかの目的がきっとありますよねと。え、おそらく楽しいは目的ではないんだと思うんですよ。で あのやはりそのスポーツであれば勝つとかビジネスであればやはりビジネスでも多分勝つでしょうし勝ち方はいろいろあるんでしょうけれどもそのためにチームが蘇生されていてでそれぞれステップアップしながらこう三角が多分大きくなっていくとでそれがやはりこのアンチパターンだとできないであろうというのが我々の整理です。なので この三角形をですね、個々のチームの三角形がこう大きくなりつつ、それぞれ全体で見ると、どんどん大きくなっていくような、やっぱそこを目指すべきだろうと思っているので、えー、例えばこういう、今なんでうまくいってないのかなみたいなときには、この4つのアンチパターンにこう重ねていただいて、考えていただくとか、えーまあ、そういったところが有益なんじゃなかろうかなというふうに思っています、はい、ありがとうございます。 じゃあ次のテーマに行きましょうか。まあ、今ここまではまあ結構ですね、あの情報量も多かったかなとも思っているんですけど、あのいわゆるアンチパターンですよね。まあ、やる前に、ま,あ、まだ私たちはチームを作るっていうところに手をつけてないっていう状況だと思ってください。で、その時に、あなるほど、先人の知恵としてこういう鉄は踏んじゃいけないんだっていうところが、まあ、この4つの例に表されているかなというふうに思います。で、どうしたときにです、じゃあ私たちついにチームを作り始めましょうと。 したときに、じゃあどうやってホールチームを作るんだろうか、どこから考え始めたら、そういった責任共有的なチームを作れるんだろうか、ということについて話していこうかなと思います。もちろんこのトピックの中では、そもそもじゃあホールチームってどういう状態なのかっていうことについても含めて話していこうかなっていうふうに思っていますと、じゃあどうですかね、これ、特にどこから考え始めればいいのかっていうことについて、何か話したい方いらっしゃいますか どうですかか <laughs> じゃあ私から入ますか、えー、どこからということもあるんですけども多分最初はあの皆さんのおっしゃられたその羽の州のみんなちっちゃい三角なんでしょうねっていうところがあるんですね。まあその一つ一つ、まあ、小さい粒がどんどん成長していくのはいくんでしょうけどその成長していく過程で。 うんとまあ、もちろんその会社っていうかそのチームの組織もあるんでしょうがあの先ほど出た個人商店っぽくはなっていくと思うんです。で、まあ、個人商店になるとんでしょうねなどういうことが起こるかっていうとあの、まあ、情報共有がされない状態になるので、まあ、一人一人はなんか情報を持っててやることはできるんでしょうけどただあの まあちょっと出ましたけど、まあ、私の発表でもやりましたけどあの、それぞれの品質の価値が違ってて、あのまあ、衝突が起こるんですよね。で、そうすると、あのみんな,なんすか、みんな違ってみんないいという状態で、いや、それはホールチームアプローチ、ホールチーム違うんだ、製品としてどうなのとかっていうことになりかねないので、でじゃあ、それをどうやってあのみんなまとめていくかっていう、あのそれぞれの、うん、価値を どう共有をかけていくか、まああの何でしたっけ、えー、と次の次のタックマンモデルではないですけども何でしょうねあのその赤い三角と青の三角をどうやって近づけていくかというところになっていくのかなとまあ個人的には思っています。まあ今それちょっと実践しようどうやってやろうかなというところを悩んでいるところではありますけど、はい。ありがとうございます。いや伊石さんもおっしゃるのはそうですね。アジャイル的にまあ いくつかそのアジャイルとかスクラムを浸透させる上ではまあステップがあるよねっていうのは確かに一般的にも言われる話でつまり全体にじゃあもうこのプラティクスやれば OK とかアジャイルやってるから君はアジリティがあるんだとかっていうわけではなくて例えば浸透する時にも誰かそこに共感してくれそうなまあキーマンを探すような形点から始まったり多分するんだと思うんですけどそこからじゃあその点が少しずつまあ広がっていって組織としての臨界点を迎えて なん,かこうあなんだかアジリティがある状態になってきたなみたいなのが、多分先ほど、伊関さんが言われていた途中ぐらいまでの状態かなと思っていて、伊関さんが先ほどおっしゃったところで結構重要だと私も思ったのは、じゃあその臨界点が上がった状態だけれども、まあ、エンジンでいうと、それはこう回る速度は速いわけですよね。で、そのじゃあ、かじきり、ハンドルを握れてるのかっていう問いを立てているわけですよね。なるほど <laughs> はい、え、そうそうはいそうですはいその通りでございます。じゃそのハンドルってどうどう取ればいいですか。<laughs> そこがちょっと難しいところですよね。あの民党ですね。まあ開発している人のその品質の概念をその保守の人たちまあちょっと私のチームはその保守と開発のなってますけども、それぞれでやっぱりこう認識が違うところがあるんですよね。でそれをい 一足飛びに行くと何が起こるかっていうと、パーフェクト超人が,が出てくるんですよね。であの、それをやると、確かに一瞬であのまとまるのはまとまるんですよ。パーフェクト超人が一人いると。ただ、それをやるとあの、ちょっと図が多分出てないと思うんですけども、周りが右往の衆になるんですよね。まあ、私もそ,その一人でした、<laughs> 残念ながら、はい。そのパーフェクト超人の、うん、と組織化でやってたので、まあ、あの、 まあ言うなれば、その、指時待ち人間みたいな感じになるんですよね。あの、まあ、逆らうっていうわけじゃないですけど、提案しても、そんなんでだめだとかって、ああ、そうっすかとかっていう感じになっちゃうんで、えーまあ、それ、そういうこと起こらないように、まあ、その、なことにもならないように、いかにその情報共有していくかっていうところで、ちょっと今、悩んでるところですねか。開発チームと保守チームの,あの品質概念をどうやってすり合わせるかとかっていうところで。 でいいるところござあのなるほどまあ例えばまあアジャイルでいう具体例でいくとせっかくチームは自己組織化してアジリティが高まった状態にもかかわらずそこのまま閉じたその一部の部分だけが自己組織化しているだけで放置してしまうとまあでも誰かが家事は取るとまあ取らなかったらもうそれはそれで終わってしまうけれども結果的に誰かが家事を取ってくれることによってチームがうまく前に進み始める。 そそれれははポジティブにその瞬間は捉えられる、まあ、ただ、そこで放置してしまうと、さっきおっしゃっていたように、その人がすべてを決めるで、中は躍動的に見えるけど、だんだんとアジリティが落ちていく、まあ、もしくはここまでが自分たちの仕事だよねっていう、まあ、ホールチームではない状態になっていくみたいなことなんですかね。ですねあの、見た目上はホールチームっぽく見えるっていうところにたどり着いて、ホールチームではないというような状態になります、ね。 そういううい場合ってどうすればいでも井関<あ>さんあいやいや私は伊関さんの話をしようとしてるんですけどおかしいんですけどいやでも井関さんそのパ,パーフェクト超人が抜けた後伊井関さんが核にならざるを得なくて核になってこういろんな人の意見をこう出させる。 試みとか結構やってませんでした。なんか前聞いた話、そんな話聞いた気がするんですけど。それ開発チームのいた得意ですよね。はい。まあ、そん、はい、まあ、そんな感じで、まあ、意見を出させるのに必死でしたね。あ、でも、その、なんだろう。答えを出してくれる人がいなくなってしまった時に。自分が代わりに答えを出す人になるんじゃなくて。答えを引き出す方に、こう。変わったんですよね。そうです。まあ、私も実際その答えを持っているわけじゃない。というのが正解。 なのであのみんな困ってるけど俺もこう困ってるっていうか答えがないから答えを探さなきゃいけないからみんなで一緒に探すと、まあ、それは間違えててもい間違え、まあ、完璧超人、まあ、パーフェクト超人みたいに正しい答えを出せるとは思わないけど何か答え出さないと前に進めないとかっていう感じもしかすると沈没するかもしれないけどいでもなんかそうやってこうんだろう あの同じ方向に進まないで前の人のこう学びをその自分がこう推進するときに何だろう前にから引っ張るんじゃなくて後ろから押すみたいなそういうスタイルを取ったんだなっていうのをなんかすごい私は覚えてます。はい、まあそう結果的にそうなってたのかもしれないですね。はい。あのおそらくその時って、えー、全員の感度は 高まってるはずなんですよ、ね、そのこれまではそのスーパー超人まあパーフェクト超人ですかの方が全部こうこうだって決めてでこうだと思っているものも全部その火を消されてもういいやみたいな状態だったのがその遺跡さんが入って一瞬こうちょっと全体のレベルはも,もしかしたら落ちたかもしれないですよね。でも全員がこう 感度を上げて品質について考え始めました。絶対的にこう上がってきますよね。一人抜けてもそ,そんなパワー落ちないですよね。でもやっぱりこれやっぱホールチームアプローチの本当にアプローチとしてもう絶対的に正しいやり方だと思うんですよね。はい。小島さんも <laughs> 加わって。はい。 ありがとうございますワイワイしてますがここまで来てどうですか皆さんホールチームわかります？おおなんか落ちましたね大丈夫そうです大丈夫ですありがとうございます助かります,すありがとうございます皆さんここまで来てホールチームわかりましたか <laughs> <laughs> 毎回なんか雑な感じがしゅうな。わ <laughs> からないですよね。わ <laughs> かんないよね。そのかなオールチーム、シーウエスキューエでもひたすら話したんですけど。掴むまでに、三ヶ月ぐらい、かかった気がします。<laughs> で、それでも、まあ、分かっているようで分かってないみたいなところもありますね。 今赤星さんは何かおっしゃられようとされてましたあなんかね、ディスコードで持続可能性を高めるとか、バス因子をなくすって手段に近いんですかねって聞いていただいてるんですけど、どうですかね、はい。持続可能性は確実に高まるというふうに思います。ごめんなさい、僕がバス因子が分かんないんですけど、ちょっとどういうことですか。<laughs> ごめんなさいちょっと <laughs> パインさんがバスインチって書いていただいてるんですけど、あパインさん今入力してくれてる、なん、はい、か入れてくれる、じゃあ待ってましょう。昨日パインさんにパンやめいただきました。ありがとうございます。美味しかったですね。<laughs> はい、いいな。持続性という話からまずは始めると、おそらく先ほどあの、うん、一番最初にあの三輪さんがおっしゃっていたまあ組織の成長とかスケール、まあ成長し続ける、スケールし続けるというのも多分一つの持続性で。 つまりそのままを維持するだけではあの事業上逆に困るっていうこともあるんですよね。で一人一人が持続する、まあ、いわゆるこう自立性を持って結果的に人にリーダーを任せていったりとかマネジメントを任せていったりするっていう意味でのスケールっていう意味合いにおいてはやっぱりホールチームつまり責任を共有していてチーム全体に対するオーナーシップがある人が育つっていうことはすごく重要なのかなっていうふうに1つ目考えています。 あで質問のあの回答ですけどサステナビリティ持続可能性というのはその通りだと思うんですけどバス飲酒をこうなんでしょうねこれはなくすっていうことについてはそのアプローチの一つとしてそういうパターンもありますっていうことになるんだと思います。はい ここで結構重要なのが、まあ、先ほどの,その誰か1人がすごく強い状態をなくす、まあ、これももちろん1つのホールチームなんですけど、ただじゃあ結果としてです逆に逆パターンで全員がめちゃくちゃ全部できますを本当に目指すべきなのっていう話もあると思います。例えば、みんなもう全部フルスタック、要件も定義からテストまで全部できます、顧客も全員顧客コミュニケーション取ってます。実現できるのかとか。 それで本当に個人としての市場価値もあるのかっていうのがあると思うんですけどちょっと違いそうだと思いませんかと <laughs> すると誰か一人に偏ってるわけでもみんながみんな全部やるわけでもないその間あたりにホールチームが多分あると思うんですよね。そうですんだろうな僕のイメージだとそのやっぱりずっと成長している状態がいいんだと思うんですよね。で あのー、場合によってはあのー、ある人は旅立ってもらった方が旅立って次のところで次のチームを作ってもらった方がいいケースもあるでしょうし、えー、ある意味こう重なりはすごくあるんだけれども重なりすぎてるがゆえに外を知らずに止まってるんだったらこの重なりを少しは離してやるとかなんかいろんな。 アプローチの仕方はあるんんだと思うんですよねただ大事なことはやはりその成長し続けること持続し続けることだというふうに思っていてそのためのそのアプローチを考えるときに我々はこのまあ2つの三角形を重ねたり離したりそこに要は今何が重なってるんだっけとか何が離れてるんだっけみたいな意外とその重なってるんだけどお互い意識としてはい その理解してないよねとかそういったところをこう理解しやすい道具としてこの三角形は作ってるんですけれどもそのまずはそのチームの状態を診断するでその時にその重なりをこう使っていただいて何がこう重なりすぎてるのかとか重なってないのかとかそういったことを意識していただいてじゃあ成長のために何度処方箋を入れてやるともっと大きくなるかしらみたいなことを考え続けていくなんかそれが僕の中のそのホールチーム のアプローチもう本当に大きくしていくんだというそのアプローチでそのアプローチはいろいろありますっていうまたこ,こういう言い方するからまたよくわかんない話なんですよね結局何にすればいいんですかって話なんですけど、はい、例えばその時に三輪さんってあ,<の>あどうぞあいやあのですね1個ちょっと 聞いてる方にもう一回意識していただきたいなっていうポイントがあるなと思いまして赤と青の領域で扱うものが違うっていうことなんですねその中に詰まってる知恵というか、まあ、技術とか知識とかそういうものをまとめて本では知恵と呼んでましたがそれが違う種類のものをそれぞれ集めているっていうところが結構重要で。の チームみんなで何なか1個目指そうとするとそこがもう一色たになっちゃって何かわいわいんとなく毎日こう大きな問題も起きず進んでれば大丈夫みたいな感じで何かちょっとずつ成長してるもんねって言いつつその中身が例えば青い方だけ育て続けてたりとかもしくは赤い方だけ育ててるっていうのはあんまりないかもしれないですけどそういうことになっちゃうとそれはそれで良くないよねみたいなとこもあるかなと。 ありがとうございますなんかお互いでだから化学反応を起こしてそのお互い知らなかったことをあなるほどねみたいなそういうイメージですよね、はい、そういったじゃあ赤と青まあ例えばまあここでいくとそれを分かりやすくあの開発、まあ、実装する人と QA みたいな形でその実装、まあ、何かを作る能力がある人とその品質を高める能力がある人の知識を あのまあ混ぜていこうという話もありましたしまあもちろんあのもう少し一般的に言えばバックエンドとかフロントエンドかもしれないし自動テストと手動テストかもしれないしプロダクトマネジメントとクオリティアシュアランスかもしれないし何でもいいと思うんですけどなんかそういったこう重なりを作っていくということでこれをまあチーム内でするっていうのはまあ比較的こう分かりやすいかもしれないですねまあペアプロペアテストとかやったまあやったことない領域を少しずつ広げていくとか知っていくっていうことは一つのプロセスだと思うんですけど。 例えば、美輪さんとかって、多分組織では、どちらかというと、マネージャーとして外からチームを作るっていうことを、多分アプローチとしてあの取られると思うんですけど、そういった場合って、なんかどういったことをされるんですか、どうやって、そのチームの中の、その知識の共有状態とか責任状態をコント,コントロールというか、げていく、うんはい、ただやっぱり、1回は潜ります、やはり。 あの潜り方としては本当に自分で潜っちゃう時もありますけど潜るっていうのはちなみに現場の状態はやっぱり一通り把握しますやっぱりねあの外からといってもやっぱり外から見えることは限られているのでやはりその本当の問題って何なのっていったところは現場に潜りますでえやはりその足らないでその時に足らないことっていうのが多分いくつも出てくるんですけど うんまあ、その中で優先度というか効果的なものは何なんだろうみたいなところはやっぱりこう考えるその時にそのやはりそのメンバーの,そのスタイルとかスキルみたいなものっていうのはすごく意識もしますしその仕事の特性みたいなものを意識して、えー、少しずつこのステップアップのシナリオをこう、まあ、みんなと作るみたいな感じですかね。え 考えてみてみ <laughs> その時にあの何も与えないのはさすがに厳しいので少しこうこんなイメージなんだけどってそのビジョナリーには一応伝えてハウのところは考えてもらうみたいなことをひたすら繰り返すっていうことをやります。はい、なるほどいや。結構もう本当に一人一人に根ざした情報を取りに行くしそのために環境、まあ、関係も作りに行く。 えーとです実際にはその、やはり全員は無理なケースも多いので、えー、例えば10人だったらやっぱり2、3人ここの導火線に火をつけたらきっと変わるよねみたいな <laughs> そこをまず探しつつファクトベースでじゃあ何が起きてるの何がダメなのっていうその いわゆるヒューマンとは切り離したところのスタティックな問題それぞれをこう組み合わせて考えるっていうことを今仮説として一つ思いついたのが、まあ、つまりホールチームアプローチって一番最初にその責任の共有という話をしたと思うんですけど、まあ、そもそもチームが自己組織化されていないと起きている問題に対してそもそも誰も責任を持ってないみたいなところから始まるのかなと思っていて、まあ、そこに対してこう じゃあ誰,が、まあ誰がっていうそこに責任を持ってやりきれる人から探していくみたいなアプローチなんですかね。あそういうところももちろん意識します。あのー、こ,これもまたまたチームの,その個人そこにいらっしゃる個人の能力というか思考性もいろいろあるのでやっぱり俺が俺がって人もいるんですよ、ね、逆にいやいやそれは困りますっていう人もいるので俺が俺がって人にはもうある意味。 やってもらえますが逆にそれで周りがこうついていけないくならないようにそこはちょっと制限しますしちょっと私はっていう人にはいいからじゃあもう俺全部責任取るからやってみみたいなこう背中を押すみたいなそこのアプローチはやっぱり全然違います、はい、今チャットの方でもで山口さんから、まあ、結構それってスキルなのかマインドセットなのかまあそれ以外にも傾向とか今先ほどは結構なんていう性格みたいな話もされてましたけどだからど,うどう見極める うんまあんでしょうねスキルもありますしその,その人の特性みたいなものはやっぱりあの見てそれに見その合ったアプローチにします。うん、で特性はやっぱり得意なところから見つければいいみたいな話もありますが得意なところって逆あんまり見えなかったりもするので逆にこう苦手な ところを見て苦手なところが見えると、まあその長所と短所ってコインの裏表みたいなものなんてある程度予想ができるので、えー、そう予想の予想したアプローチで少しこう <laughs> 投げてみてああってなってるみたいなあ間違った間違ったみたいなそうそれを繰り返してなんかそのアプローチのやり方カードの切り方変えていくみたいなことをします。はい。ありがとうございます。そろそろですね45分までですかね。なので少しずつ まとめに入っていこうかなって思うんですけど、まあ、今回のパネル結構いろいろな話行ったり来たりもあったりとか、まあ、概念的な話も多かったんで、まあ、少しちょっとラップアップしていこうと思うんですけどあのまあ一番最初ホールチームアプローチ、まあ、責任共有的なチームを作ろうっていう話ありましたねでそこからあの、まあ、一方でまあスキルが小さすぎてもいけないし、まあ、一方でスキル持っている人だけが集まってもいいチームにはならないし まあ一方で、その中で誰かが突出してすごくリーダーシップを発揮するだけでもなかなか持続的にはならないのでまあ少しずつ領域審判をしながらも誰かには依存しすぎないしあの一方でまあ誰かしらその人たち一人一人がそのチームを拡大できるまあリーダーを張れるような状態を作り続けていこうみたいな話でもあったと思うんですけどでもやっぱり結構今その話を伺ってとはいえ難しいみたいなところもありつつ まあでもやっぱり最終的には結構、宮さんが最後おっしゃってたように、まあ、何か理想があってそこに向かうっていうよりかは、その場所にいる人を見るっていうことに結構尽きるんですかね。うん、あのーこ、この辺っての話をすると、どうしてもそのヒューマンというか、その人間臭い話になりやすいんだと思うんですけど、ただ、あの基本それは絶対的に正しいと思うんですが、そこに偏りすぎるのは僕はものすごい危険だと思っていて、結局テクノロジーを軸に、 メンバーたちが話ができていないっていうのは、もうこれはもう,何でしょう成長としては絶対僕がボトルネックになるので、やはりそのテクノロジーでちゃんとまず会話ができるようにしていく、そのきっかけとしてヒューマンから入るみたいな、そんなイメージだと思います。はい、確かにいい、まあ、いわゆるこう技術力がなな状態でどれれだけ話ししても何も何生まれないし 今、今思い出し,あの出しましたけど、一番最初に宮さんもおっしゃっていたように、あと、伊関さんもおっしゃっていたように、やっぱり、あのそれがどれだけこうチームとしてというか、まあ、誰かしら、チームの中で一定の集団がそうなったとしても、本当にチーム全体、ホールチームとして価値が、例えば事業の価値になっているのかみたいなところまで考えられてないといけないし、というところで、まあ、一定の水準まで自立さ、自立性が達したら、やっぱりもう一回、外の目から見直す、そのチーム、 として事業とか会社に貢献できているのかっていうことを見直すっていうようなことがホールチーム的なんですかね。だ <laughs> だんだんまとまとめながら話してますが <laughs> そうですね、あのディスコードからもたくさんのコメントいただいてますけれども、はい、あの本当にそのここに書い,て、ね、書いていただいているように、その必要なテクノロジーとかスキルとか、あと、 えー、やはりロールととととししてててて整理いいくとかっっうことも大事だと思ってますその複数のロールを1人の人がやっているということも多分にあるので、えー、そのスキルとかテクノロジーまあテクノロジーとエンジニアリングを多分さらに分けて考えないといけないんだと思うんですけど技術そのものとそれをみんなでその 何でしょう成功確率を上げていくようなエンジニアリングやっぱそこも分解していかないといけないと思いますしそれをチームで本当は考えられればいいんだけれども考えられないのであればやはりコーチを連れてくるとかコンサルタントの方に教えを請うとかきちんとそういう段階をこう組んでいくで200%は無理だけど120%ストレッチぐらいだったらいけるよねっていうところを楽しくいかにやるかということなんだというふうに思います。それがやっぱり持続的につ あの続けられることだと思っているので、えー、やっぱそういうことをすごく意識します。はい、確かに今楽しくって言ったところで今思い出したのがあの実践アジャイルテストの中でもあの言っているのがそのホールチームのチームって、まあ、その,その,あの文脈ではいわゆる QA としての視点なんですけど QA だけじゃなくて開発者もあのテストに関心があるしテストを楽しいと思っているって書いてあるんです。 でこれって何かでいくと、まあ、純粋にあのテストがあの作業として楽しいよねっていうだけじゃなくて、まあ、関心を持ってたりとか知ってるんですよね。やってなくてもいいんで、テストっていうものに興味、関心を持ってる、か分かってるっていうことがやっぱり結構重要で、で今あの、まさにディスコードでお話しいただいてるように、そう周りの人一人一人あ、あの人って何々エンジニアだよねっていう理解だけじゃなくて、あの人って具体的にはもっとこういうスキル、こういうスキル、こういう内面。 こういう傾向、こういうキャリア、そういうのを持っていて、で、結果としてこういう責任を持っているんだ、で、将来こうなっていくんだっていうことまで知っているからこそ、お互いの役割の間がより具体で分かる。まあ、それが、ホールチームの真髄なのかもしれないですね。はあ、うまくまとめていただきましたね。<laughs> ということで、すみません、時間もちょっと過ぎてはきましたので。 これにて私たちの発表あ、あ最後に一つだけ軽い宣伝をさせていただけたらと思いますかね。一つ目は、えっと、11月頃にあるアジャイルテスティングデイズでもしかしたら発表するかも。というのが一つ。オンラインとか、<laughs> オンラインとか、なんかあるかもね。あるかもねっていう <laughs>。決まったら、<あと S 2> また連,、はい、あの連絡しますと。 あともう一つお願いしますちょっと近いところなんですが、6月ですね、6月の12、13、14に SS2023 という、えー、カンファレンスといったらですかね、ありまして、そこで今日みたいな話をですね、もっとディープにわいわいやる。 ワーキンググループも立ち上がりますので、ぜひ、ちょっと自分にも喋らせろみたいなことでとか、自分のとこだともうどうしたらいいのみたいなご相談から入ってもいいですしあの、話したいなと思っていただけた方がいたら、ぜひオンラインでもオフラインでも参加できますので、ご参加ください。はい、そんなとこですかね。待ってまーす。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、これ見て。 シグエスキの発表は終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。